じゃない証には
ックビデオを出した曲なんですけど、ミュージックビデオを出す1年前くらいに書いてて、でもなかなかライブとかではやってなかったんですけど、友達とミュージックビデオを作って、それをきっかけにみんなが好きになってくれて、どんどん歌うようになってきた明日の晩という曲を歌います。聴いてください。Thank you.
ぐらい、曲を書き始めてから10曲目ぐらいできた曲で、今最近で歌ってる曲の中では一番古い、一番昔に作っ今でも歌ってる曲と、すごい大事な、この曲を書けたことで、なんか自分も救われたし、なんかこれからも音楽やっていきたいなと思えた曲があって、それを歌おうと思います。声という曲です。聴いてください。季節が変わっても忘れない。
ありがとうございます。今日は20歳をお祝いしようというイベントだったんですけど、結構私は誕生日が早くて、次の5月でも21歳になるんですけど、21歳になる誕生日、5月の21日の日曜日に、北浜の雲州堂というところで、ワンマンライブをすることが決まっています。You are my love.